カイドウ質問するの大好きだろに対するみんなの反応を見ていくぜ。四項一話が通じない男カイドウ。君の名は感触起こすこともあるがあれほどではない。あのガキが生きてるなら聞きたいことができたが、ポーネグリフとか古代兵器の話かと思ったらこれでビビったわ。真面目すぎる。振りやめろ。相手にかっこいい決め台詞言わせるのが趣味なのかなってくらい振りを振るやつだよね。負けるならかっこいい単価切って勝ってほしいじゃん。勝つならあんなかっこいい単価切ってても俺の方が強えじゃねえか、うおろろろってできるじゃん。つまりかっこいい台詞は言わせとくよ。相手が強者ならともかく桃の場合はどっちに転んでもかっこ悪いよ。単なるガキ殺すよりは自分の恫喝にも耐えた本物のおでんの子供殺す方が気分悪くないし。そんなシーンだったかなここ。正直カイドウはマジでこういう趣味だと思う。前評判ほど破天荒じゃなくて肩透かし。善良かどうかと交渉が通じるかどうかは現実でも何の関係もないから。過去にはいろいろありすぎたし、息子はあんなだし自殺癖がついたのもまあわかる。ここで名乗るのを三次が褒めたのいいよね。カイドウは結構面白い言い回しする。一問一答で動いちゃいねえんだ世の中は、とか。ここで名乗らなかったらカイドウめっちゃ不機嫌になりそう。生かしてもらえるとおでんの子じゃないですっつったら不機嫌になって殺されるの理不尽すぎるだろ。百室のカイドウ。おいリンリン、こいつ俺の前で何を言ったと思う？おい麦わらもう一回言ってくれよあの言葉をよ。盛り上げ上手か何かか？酒入ってる時は話通じないのは確かなんだけど普段が真面目すぎる。おでんにも真面目だなって言われるぐらい真面目。ヤクザな商売やってんだからメンツは大事だよ。真面目すぎるから酒に逃げてメンヘラになってるというか。史上最強の生物の姿か？これが。海賊向いてないよあんた。おはんの名は。俺を倒せる奴がジョイボーイだって発言もあったし、負けたがりな節もあるよなこいつ。まあそうでもなきゃあんな何度も死のうとしないだろう。基本的に破滅願望の人だ。プロレスめっちゃ好きだよね。よって強くなるのもプロレス感ある。実際ルフィが竜王、覇王色、ニカ、主人公補正でやっと勝てたからガチで最強ではあるんだけどな。酒に酔っ払って傍若無人のように振る舞ってるけど、世の中は一問一答でできてねえとか真面目なところがちょいちょい出る。本人はお互いに盛り上げ合って 100% の戦いしたいのに、いつも横やり入って勝つ。各種質問望んだ形で返したら素直に信じてお咎めなしになったんだろうか。すべて人目につくところで勝ってくれるよ、惨めなガキとして。不意打ちは避けられない方が悪いって一流の海賊の中で共通認識なのに、こいつだけクソ真面目すぎる。自分の意思でやる不意打ちと頼んでない横やりじゃ話が違う。自分から狙った意図的な不意打ちならいいんだ。そうじゃないから切れる。真面目だな。周りのメンタルの強さに一人傷つくカイドウであった。ドラマ性だけなら赤鞘に負けてやってもいいくらいのノリだからな。横やりありでやるなら最強はカイドウだろう。ルフィ来ててウキウキなのがダメ。夢見がちな乙女。最強生物になるの真面目すぎだろ。ここでおでんの子じゃないって言ったら生かしてはもらえるだろうけど、あの国からは出されるだろうな。でもおでんの子がそんなやつならすごい傷つくんじゃないかなこいつ。その場ではめっちゃ嘲笑して解放してやるけど後で酒に溺れそう。話の通じる相手じゃないって41歳がビビり散らかしてたけど、マムよりは許してくれそう。弱いやつが負けるのは仕方ないからな。ドフラと話してる時毎回ご機嫌で酒飲んでたりしたのかな。なんだかんだ赤鞘からルーキー5人からルフィの連戦こなして、ルフィもボコボコにしてるあたり、やっぱ怠慢最強だな。あのままやっても勝てたとは思うけど、それはそれとして、でもあの時意図しない横槍のおかげで隙ができたんだよなって引っかかり続ける。騙すのも不意打ちも自分でやってれば OK、 自分のために他人がやるとやむ。正直マムとカイドウは終盤再登場して海軍相手に大暴れしてほしい。差しでやるならカイドウだろうって聞くたびにちょっとしょんぼりしてたのかな。カイドウは節目節目に通ってくるからな。差しでやりたいカイドウ。いざちゃんと名乗られたら微妙な顔するのは何なんだよ。若が頼れば今から助けに行くぞジョーカーになってたよな。不意打ちも騙し打ちも自分が能動的にやった結果なら戦術の一つだけど、勝手に乱入した第三者が自分の意思無視してやりやがったら、そやただの横やりだもの。1日の終わりに今日の会話反省会とかする。辛くなって酒を飲む。桃が折れたら打ち入りに来た連中の心も折れるけど、そういう目的で聞いてなさそうな雰囲気がカイドウにはある。
横槍でルフタをした後に死ぬほど落ち込みながら船長として勝利宣言してるのがもう真面目すぎる。おでんとの戦い以降ずっと消化不良なんだろうなってぐらいの気真面目さ。こいつはゴールディロジャーと白ひげとおでんみたいに派手に劇的に死にたいと思ってるから、かっこいい相手に負けて死ぬのは本望というか、百獣海賊団でキングとジャックは本当に海道好きなんだろうなと思えるくらい海道気でかいよね。キングはいろいろもったいなかったと思う。これで名乗らなかったらめっちゃしょんぼりしながらも処刑中止して解放しそう。そりゃ死ぬタイミング逃すわ。桃おでんの子という存在に執着しすぎじゃない？ヤマトくらいはっちゃけた生き方ならな。ヤマトはヤマトで変に真面目だから親子だよ。私は最強の歌詞って割と海道だからな。歌、海道だった？私は最強聞いてる世界最強生物はちょっと面白すぎる。メンヘラ、ルフィが好き。強い。私は最強。完全に一致。ダメだ、逆光も海道の歌に見えてきた。基本海道は正々堂々真っ向勝負で戦いたい男だからな。海賊式の正々堂々だから打てる手は何でも使えってだけで。ウオウオも強いっちゃ強いけど最後に出たのが覇気は全てを凌駕する。なの好き。飯に対してありがとううまかったっていうのはルフィっぽさがある。白ひげみたいな死に方にマジで憧れてそう。うまくやったよ白ひげのジジイは。飛び六とかからも割と親しげに接せられてるのいいよな。頂上戦争に参加したかったのにシャンクスに追い返されるのかは嘘。参加しても死ねなさそう。自分が本当の本当に最強生物なのも嫌なことに気づき眠れぬ夜を過ごしたカイドウ。敵が復帰してきたことに感謝する男。ニカ覚醒せずにルフィ死んでたら酒癖さらに悪くなってそう。カイドウはクロスギルドに入るなら面接練習してからやるんだろうな。特技は雷鳴八化とありますが、メンヘラ破滅願望持ちの最強生物って DS するとだいぶ面白いヒロインになりそうで。いや、ニカ化しても負けかけてるのはマジでカイドウ強いなってなった。おでんと決着つけられてたらもう少し変わったんだろうな。勝つにしろ負けるにしろ、カイドウ戦でこれ以上の強さの敵出せるのかってなってる。死ぬまでかっこいい親父のままでかい戦いの中で最高に格好つけて死ねたからな白ひげ。こう死にたい死に方ランキング1位だよ。いや、命かけても救いたかった息子に先立たれるのだけはダメだな。これからカイドウ以下の敵しか出てこないのが残念だろ。うせろ。ライバルが知らんうちに片腕なくなったミホークは自由に暇つぶししてたけど、カイドウは部下率いてる立場もあるから真面目に仕事するしかなかったんだな。カイドウの真面目なとこ好きだよ。リュウトはこういう生き物だ。するカイドウ見たかった。なんやかんやヤマトに対してすごい気を使うというか繊細な立ち回りしてない。親子喧嘩しながらおでんに本当になりたいなら覚悟はできてるんだろうなって聞くのが本当に真面目。マジで差しでやるならカイドウだろ。一方息子は桃を託されていっていいの、いやいいのか僕の息子だもんなとか言っていた。よく考えたら28歳の桃にヤマトが息子っていうのなんかヤバくないか。本当に楽しそうなバトルからの横槍はかわいそうすぎたからちゃんと負けれてよかったねってなる。まあ15回くらい負けてるし10回くらい処刑されてるんだが、ワンピースでここまで真面目なキャラ他にいないかもしれん。戦闘中大真面目に酒飲んでるのなんか好き。タイマンなら最強と言われた自分も悪逆を尽くした報いを受けて義に燃える剣士たちに囲まれて無残な死を遂げる。これはなかなかいい終わり方じゃねえか。ボロロロ。